第47回英単語カード作戦。皆さんこんにちは。山口功です。今回も音声別撮りでお送りしております。画面に映ってるのは私が単語を覚えているというそういう姿です。うん、まあこの説明については、第0回を見ていただければ、まあ、これは音声別撮りじゃなくて。 まあ、今この画面で映っていることがどういうことなのかということを説明しておりますので、まあそちらを見てください。そして今こう撮っている音声っていうのは、これはあの画面とは直接は関係はなくですね、えー、英語トークを行っております。なので、ラジオ的に聞いていただければ良いかなと思います。さて、今回はですね、学校の定期テスト。 についてちょっと話していこうかなと思います。なんかちょっと学校ネタになるとですね、熱くなってね、なんかとんでもないみたいなね、ことばっかり言ってるような気がするんですけれども、あの、まあ、ちょっとね、えー、まあ、別に批判をしても <laughs> 仕方ないんですが、まあ、注意しなければならないというね、まあ、あの取り組むにあたってこういうふうな心構えで、えー、当たらなければならないよというのを、まあ、お伝えしていきたいなと思います。で、結論から言いますと、 まあ、どういう定期テストなのかを見定める。それをやったら、ね、英語の実力、まあ定期テストでいい点を取るんじゃなくて、英語の実力が上がるのかどうか、ね。これを常に考えてください。学校によっては、もしくは先生によってはですね、えー、全然英語の実力が上がらない。そこに最適化して、まあその、その人が出すね、その先生が出す英語の定期テストで高得点を取るためのトレーニングと、 ね、英語の実力を上げるためのトレーニングが全然別になっちゃうっていう場合があるんですよね。でそうすると、どうしても、ね、目前の定期テストばっかり勉強するってことになるわけですよ。ね、それだ、そで結果、実はまあ定期テストではいい点を取っているけれども、ね、英語力は全然上がってないっていう、そういう状態がね、起きかねないですね。下手したらそういうことが起きてしまいますので、 あの必ずしも定期テストがいい点が取れるからといって、まあ、あるいは定期テストでいい点を取るためのトレーニングを、ね、勉強するからし,してるからといって、英語の実力が上がったり、英語の実力を上げるのに有効なトレーニングができるかというと、それはもう全然別の可能性があります。これ注意してくださいね。勉強にならん定期テストの勉強が勉強にならないっていう。 本来の英語力の向上にならんっていうそういうことがまあよく発生しますそれについて、えーまあ、受ける側ですね受ける側とかもしかしたら親御さん聞かれてるかもしれませんけど親御さんっていうのはあのちゃんと見定めなければいけませんねではどういうパターンかまあちょっと出す側から考えてみましょうかね <laughs> まあ皆さんが学校の先生になったとするとねで、えーまあ 近年ですね、まあ、多くの学校で、これ、どん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 勉強できなくなっております。で英語の成績みんな下がって、平均点どんどん下がります。かつてのようにですね、あの英語のテストを作って出しても、まあ、かつてほどはみんな取れないっていう状態になってると思います。それはまあどの、どのレベルの,、ねそのまあ、中学とか高校とか、ね、でも起きてるんじゃないですかね。まあ、大学とかでも多分起きてると思いますけど、 あのそういう時に出す方はじゃあどうするのか定期テスト出すときはあどういうふうな問題を作りますかっていうことなんですけれどもこれみん、ね、本当に実力を試すようなものを出したらもう平均点30点とか20点とかなっちゃうわけですよね全然できないっていう人はもう大半でもうどうしようもないとで中にはその全然できない人の中にも真面目にや,やってる風の人ね えー、言われたことはやりますと。宿題を出してるみたいな人もいるわけですよね。で、それでもできないっていう人もいると。<laughs> ね、で、中には全然あの遊んでて、ね、ただの1分すら勉強していないみたいな人もいるわけですよね。で,でもみんな取れないんですよ、結局。ね、ほとんど、ほんの一握りの感動する、優れた人、感動いい人だけが、あの実力の戦いになると、まあ取れるかもしれないけど、大半が取れないみたいな、まあそういう状態の時にですね、 テストを作らなきゃいけないとなると、これはね、あの、実力だけた試すような問題は出せないじゃないですか、そんなのね。あの、だからみんなできないような、ほとんどの人ができないようなテストってうのテストの意味をなさないんですよ。テストっていうのは、あの、受ける人間がほどほどにこう、バラバラにこう、ね、点数的にバラま、あの、ばらけてくれるっていう。これがまあ、いいテストなんですよね。 それがほとんどの人がもうみんな大体いい30点ぐらいしか取れないみたいなね <laughs> 3割ぐらいしか取れませんみたいなのはもうこれは全然いいテストじゃないんですよね。 ですから、まあ、しょうがないな、ということで。あと、まあ、真面目にね、やってる風 <laughs>。風をつけたいですけども、真面目にやってる風の生徒に関しては、ちょっとこう、救ってあげたいなっていう気持ちもね、あるじゃないですか。ね、勉強の仕方間違ってるんですけどね、もうそもそもね。あの、なんか、学校の宿題を真面目にやっているがゆえに、あの、勉強するっていう、こう、なんですかね、効率の、 うん、まあ、なんか、効果的な勉強をやっていくっていう力が失われているような人も、でもまあみ、先生からすればね、ああ、あいつ真面目にやってるのになんか取れねえな、みたいな、かわいそうだな、みたいな、ちょっと救ってやるか、みたいなね、そういう気持ちになるじゃないですか。まあ、これはなんとなくわかりますよね。しょうがないですよね。人情としてもしょうがないと思います。まあ、別にこれは悪いことではないんですけどもあの。そうするとどうするかって言いますと、もうただ、丸覚えしとけば取れるような問題を、あの、 用意するんですよね <laughs>。いいですか、えー、そうするとですね、真面目にやってる人は、実は文法問題は分かっていなくても、真面目に、まあ、それを、その例文を丸覚えしとけば、とりあえず点が取れるかな、みたいなね、えー。なんかそんな感じになるわけですよね。まあ、あるいはですね、もうそもそも英語が分かっていなくても、ね、こう決められた文章が出て、日本語の訳を書け、みたいなね。まあ、そういうのを出すわけですよね。で、それって教科書から取ってきてたりなんかするので、 あの英語わかんなくても日本語読んでたら日本語でねその筋を知ってたらなんとかギリギリ書けたりするんですよねだからまあ授業をまあ一応聞いていたとかまあ自分で後から勉強してみたとで文法的にはさっぱりわからないし単語もまああんまり覚えていないけれども確かなんかこれ二段落目のこの辺にあったやつはこういう意味だったなみたいな感じで日本語書けばそれ正解になるんですよ <laughs> でしょ でまあもちろんね、それすらやってなかったらやっぱり取れないわけであの、そこでまあ頑張って真面目にやっていますね、みたいな人と、ね、まあ、英語の実力は何も上がってないんだけど、いないんですけれども、まあまあ真面目にやりましたと。<laughs> それ、まあテスト勉強ですよね、その場合。テストのテストには対応した勉強を真面目にやりました。っていう人とあの、そもそも何もやる気がありません。何もやりませんっていう人の差ができるじゃないですか。こうすると先生の側は、ね、あの、 なんかまあ、ちょっとなんか従順にやってるなみたいな人に関しては救う,救うことができるっていう状態になりますよね。で本当にこうあの全然反抗してやりませんみたいなそもそも来ないとかねあの1分も勉強しないとかね、えー、そういう人をこう落とすより低い点にする止め置くっていうことができるわけですよね。まあ、これでなんとかね差をつけようという、まあ、テストを作るテクニックなんですけれども。 まあそういうことをして、まあ平均点もなんとなく上がるし、まあなんかこう真面目な人っていうのがね、真面目っていうかその、あの、効果的じゃないけれども、一応前へ勉強をしましたみたいなね、あの、そのテストに関して勉強した人に関しては、あの、もうちょっと点が上がるっていう、そういうふうなね、なんかね、差し加減っていうのかな、調節をしていきますよね。 でまあ、これがね、おそらく随所で行われているのが、今の、まあ、学校教育のほとんどだと思います。あのまあ、一部ね、例外はあるかもしれませんね。もう、その学校自体のレベルが異常に高いとかね、この高校はもうすごいと、みたいな、もう英語の実力合戦でも十分な成績をね、みんなが取れるぞと、点数を取れるぞというね。 えー、高校だったらまあまあまあそれは必要のないことかもしれませんね実力だけ試しちゃいいやっていうスタンスでだやってもいいんですがまあそうじゃないところほとんどのところだと思いますよ大半のところだと思いますけれどもまあそういうところはまあサービス的にね救いの手を差し伸べてるような問題がね、えー、多いわけですよね。 とということはですね、結果的にどういうことになるかというと定期テストというもの中間講座とか期末講座とか言うんですかね決まって、中間テスト、期末テストとか言ったりしますけど学年末テストとかね、まあ、ちょっと言い方はいろいろあるかもしれませんがそれをただ追いかけていくだけだと英語力はまるでついていないのに常に点数は、まあ、それなりの点数が取れている。 っていう状態が発生します。これ、現に発生してると思いますよ。だから学年でもかなり、ね、あの成績がいい、まあ、通知表がいいというふうな状態の生徒でも、たまにこう、ありますよ。本当にね、あの、実は何も分かってないっていうね <laughs> あの、これどう、え、これ、これ分かってなくてなんでその点数が取れるんだみたいな、ね。なんかそういうことが起きちゃうんですよね。で、その人が悪いわけじゃないですよ。 で学校の先生も,それもうしょうがないからそういうふうになってるんですけどあのまあなんか何とも言えないんですよねあんな頑張ってやっててなんかテストに、まあ、テスト目の前のテストを考慮すればそれやっぱり最適化して戦うのが当然ですから最適化して戦ってた戦い続けた結果あの実は英語力は何も上がっていないということになるこれは危険じゃないですかねだからそこはやっぱりね、まあ、学び手本人とか まあ、あるいは親御さんとかあ気がついてあげなければいけないんですよね。まあ、勉強をしたことのある人だったら、まあ、自分が実力を何かしらで上げたことのある人だったらそこに気づけると思いますがあ何しろ、まあ、中もう小学校ぐらいからずっとそういうテンションで、まあ、やっててテストを受けてきて中学高校ってきてる、まあ、生徒さんはこれ気づかない可能性があるんでここはやっぱり、ね、注意した方がいいなと思いますね、まあ、それでもね。 あの学校の成績がいいということでですねあのまあ意外と大学は普通にあの推薦とかで行ったりするんですよねまあそういう人はもう推薦じゃないといけないかもしれないですねでまあそれで大学行けてよかったねってまあ話にはなるんですけれどもあのじゃあ果たして勉強できてたのかっていうと勉強はできていないんですよっていうね <laughs> これは何の実力もつかなかったし なんかこう全体を眺めて戦うっていうそういう経験値も得られないわけですよだからここはあのとても残念な感じがしますねではどうすればいいかというと、まあ、確かに目前の定期テストこれはまあ学校に行く以上学校とまあ,ある程度うまくね付き合っていく以上、まあ、これはしょうがないですけどやらなければいけないんですが あの極力ですねあの、もう少し実力を求められるようなテストを受けるようにした方がいいなと思いました。えー、私はトイック好きだったんで、まあ、トイックを進めたいんですけれども、トイックよりも、おそらくですが、英検、まあ、3級とか12級あたりをがっちりあのやって <laughs>、まあ、余裕を持って合格できるぞみたいな。 まあそういうふうなトレーニングをどこかにこう挟んでいくってことはしておかなければいけないと思います。でそういうテストっていうのはまあ経験も3級とか順にとかになったらやっぱり理解してないとある程度の,まあその合格点みたいなものはこう取れないようになってますから。 なんか何かを丸覚えして全て乗り切るっていうことが、まあ部分的にはできる時もあるのかもしれないですけど、まあ基本、そ、そんなものでね、それだけで合格できるってことはまあないんで、きちんと理解できる能力がないと、まあやはり合格点は出ませんから、まあそ、そういうテストを受けるっていうのはいいのかなっていうふうに思いますね。まあ定期テストをあまり信用しない方がいいかもしれません。そこはやはり、えー、 まああんまりこう平均点が下がらないようになんか調節して挙あげく実はあの英語力とかも文法を理解してるかなみたいなのがそもそも試せないテストになって、ね、しまっている可能性があるんで。 だから起きるんですよね。まあ中学校とかなんか起きるんじゃないですかね。もう学年もトップクラスですみたいな人がね、もう全然実は文法分かってないとかですね。単語もその、そのテスト範囲に出てくる単語を覚えてるのに次の瞬間ね、全部忘れているみたいな。だから全然積み上がっていかないみたいなね。だけど推薦でいいところ入ってよかったと。ね、あの人はね、頭がいいねみたいな感じになっているけど、でも多分英検3級とか、 受けてな全くできないんで落ちるみたいなね <laughs> 大学とか入ってもねそれなりの、まあ、この地域のそれなりの大学とか入ってもそういう事態が起きたりするわけですよねだからこれはね <laughs> 注意しなきゃいけないなというふうに思いますまあ,あの表面的なものばかり追いかけていく、まあ、次のテスト次のテストみたいなことばっかり追いかけていってしまうと危険だし、まあ、作ってる側の事情っていうものもやはり考えなければ なんか全然勉強にならないようなものにずっと付き合わされ続けるなんていうことにもなりかねませんのでそういうものからやはり抜け出していかなければいけないわけですよね人生をより豊かに生きるためにはですねなんかその無意味なねほとんど意味のないなんかこう仕事をこうただ一生懸命がむしゃらにやってるだけみたいなねあのハムスターとかがあのこうぐるぐる回る何 <laughs> ていう名前か知りませんけどねあれでぐるぐるやってるみたいなね なんかそんな感じですよそこをやっぱ抜け出して、ね、これど,うどうすんのがいいのかなと <laughs> これは果たして意味があるのかとかね全体を俯瞰してね、えー、自分はどこに努力をするのかエネルギーを差し向けるべきなのか、ね、これをやったことによって自分の,、まあ、この能力の、ね、ストックはこう増えていくのだろうかこういう視点に立って見てみるっていうのは大事ですということでですねこの動画この音声を聞き終わった後はですね、えーまあ、もし そうですね、えーまあ、中高生本人であればですねちょっと定期テストについて、ね、考えてみたらどうですかね作ってる側の気持ちに立って定期テストっていうものをちょっとこう見てみてああなんか先生はこう,なんかこういう簡単な問題を、ね、作ってでちょっとサービスしてんのかなみたいなねあのそういう視点でちょっと見てみるといいですよあなんだこの問題ってこれなんか ね、教科書の日本語訳みたいなもの,があのを1回か2回読んでたらあもうこれ英語い分かってなくてもできちゃうよねみたいな <laughs> まあそういう問題出してんのかとかねなんかそういう視点ですねでそういう視点を持って見てみるとなんか見えてくるんじゃないですかね,ね自分がどこに向かって勉強していくのが本来正しいのだろうかっていうことですよそこをきちんとねあの分かっておくという。 ことがととがても大事ですですす考えないいまずいですね何事も考えてこれはどういう意図で作られているのかこれを見抜けない人は、まあ、英語だけじゃなくてもですね英語の勉強だけじゃなくても他の勉強もできませんしなんか変なもんに騙されてしまうとかもあるわけですよね物事の本質が見えていないことになってしまうのでだからもっと大きい視野に立って英語のテスト というものまあ他のテストでもそうですけどね英検だってまあもちろん英語の純粋な英語力っていうものをこう測って出てない部分もあるしトイックだってもちろんそうだしあのじゃあ一体何が純粋な英語力なんだろうかとかねまあそういう問題なんかも考えたりしていかなければいけないくなってくると思いますんで、まあ、そこまで考えた上で今目の前にある次の定期テストっていうのが一体どういうもんなのかって、ね、考えてみましょうってことです、まあ、何かね自分の英語力を伸ばす のためのヒントになればいいなと思ってこのような話をしてみましたそれではこの辺で終わろうと思いますありがとうございました